いいもの売ってるんだとそれでもっと儲けるのは当たり前だと。商品が良ければサービスが良ければってことよ。フランチャイズチャンネル藤田伝の続き、はい、でユダヤの商法ね。でこれは何が書いてあるかっていうと、藤田さんが学んだそのユダヤ人の金儲けの哲学というか原則というか、まあそれがあのずらりと並んで、ここからこれが大ヒットしたんで、まあ10冊ぐらい本が出てくるんだけど、そのうち6冊ぐらいが今回一気に復刊されてて、ユダヤ人のその金儲けの法則っていうのはどういうものがあるかっていうと、これだったら第2の法則出てくるのかな、女と口を狙えっていうことだよね。ユダヤの金儲け法則でいうと、お金を使うのはやっぱ女なんで、それを学んでその藤田さんっていうのは一番最初宝石商みたいなわけさ、貿易官、宝石の貿易商みたいな、でそれで藤田商会っていうのこう大儲けをして、はい、今度はだから女で儲けたから今度は口だということでハンバーガーに行くわけですよ。でそういうこれもユダヤの法則だと。まあこれそうね、林さんのところで言えば値引きなんかは絶対にするなっちゃうんだよね。いいものを売っている上値引きするっていうのはおかしいと、うん、でそこはで藤田さんはそこがあるか、その哲学があるんで、その考え方があるんでユダヤ人ってのは金儲けが上手なんだと。うーん、まあそういうね、今でも通ずるようなね、あと、まあ、これも、まあそれにつながるとこだけど、ギブアンドテイクなんてのはおかしいっていうわけよ。いい商品を提供しててね、うん、はい、でも日本人なんかすぐ商売ってのはギブアンドテイクだよみたいなこと言うわけですよ、はい、そうじゃなくてテイクアンドアスクフォーモアだっちゃうんだよ。いいものを売ってたらそうなるのが当然だっちゃうわけで、いいものを売ってんだそれでもっと儲けるのは当たり前だと。商品が良ければサービスが良ければってことよ、うん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 、まあ、そういうね徹底 してるんだよね、うんうん、藤田さんのその話で言うとやっぱマクドナルドとの交渉が面白いんだよね。その相手はレイクロックですよ。だからレイクロックがやっぱこの男面白いと思うわけですよ、はい、日本でマクドナルドエリアフランチャイザーとして任せてみようと思ったんだろうね、うん、そこの交渉の時のやり取りがね、これはまあ結構有名な話で皆さんご存知だかもしれないですけど、資本 50-50 っていうところを譲らないわけ。もうスタッフもアメリカから入れないで全員日本人だと。ほうほう。でさらにあってアメリカからのアドバイスは受けるけれども命令は聞かんと、そういうふうに契約書を作るんだよ。アメリカからエリアフランチャイズの 権利を買うっていう時にありえない交渉だよね、うん、でもこれもやっぱりユダヤ式の交渉術で絶対 譲れないところは絶対譲らないってのがあるんだよね。あとはここ有名な言葉で外資系 の事業はしないんだと、外技系だって言って技術だけ学ぶんだと、うん、その後は自分たちやるとってやったんだよね。そういう交渉がなかったら日本マクドナルドってああいうふうにはなってなかったというふうに思うよね。だからあとはね、有名な話としてはこのマクドナルドという言い方もアメリカとしてはダメだったんですよね。これはもうアメリカではもう間違いなくマクダーナルズなんですよ、うん、でこれは日本では絶対違和感があるからそうじゃダメってことで、もうマクドナルドと、うん、まあ、この三音で切るって、これも藤田さんが徹底したということで、まあ、この本、まあ、これだけ売れてるっていうことは、まあ、これから何つったって金儲けの本ですから、お金の欲しい人が読んでくださいってことなんで、まあ非常に勉強になる本だと僕も何度か読んだで、本棚にあるかなと思ったけどなくなってたんで、今回また買いました。はい、はい。